皆さんこんにちは、山田拓也です。今年も丸沼高原にお邪魔しています。今回のハウトゥーでは、よりエッチングをアグレッシブにさせるための、ターン導入のところの、体の移動やスキーの操作、そこにちょっと工夫を加えて、進めさせていただきたいと思います。ぜひご覧ください。それではシテム動作フォールライン前の雪面キャッチというトレーニングに入りたいと思います。説明をお願いいたします。はい、ここでは、開き出し動作を使って、ターン前半のポジショニングを確認していきます。まずはこの開き出した足に対して、背中の前傾をわずかにかけることで、ターン前半のポジショニングに重みをかけ、そこから舵を取って安定したポジショニングを作っていきます。ターン前半部分なんですけども、少しこう間を感じるんですけども、ここにも何か大きな特徴があるんでしょうか。どうぞ。はい、ポジショニングをより正確にするために、ターンを急がずに、まずはターン前半のポジショニングを正確に確認し、でそこに荷重感を持ってターンをすることで、一つ一つの動作が、正確になっていきます。なるほど。少し外向きをとって、腰の向きもしっかりどっしり乗るような感じにきっかけ作りということでも多分いいと思うんですが、それによってフォールラインのバランスがですね、少しこう乗り方が変わってくるようなイメージでしょうかね。はい、わずかに外向形を意識することで、ターン中に外腰にも荷重点が出てきます。足裏だけではなく外腰に荷重ポイントが出てくると、自分の体重がロスなく、スキーに伝わる、そういったバランスになります。リズムもどちらかというと慌てずゆったりという感じにこう移りますが、そこら辺も大切な部分なんでしょうか。はい、一つ一つの動作を急がずに、正確に行うことで、より滑らかなターンが、実現すると思っています。皆さんもこのリズム、タイミングですね、こういうところをしっかりですね、皆さんイメージアップして練習に取り組んでみたらいかがでしょうか。シテム動作フォールライン上の雪面キャッチというトレーニングに入りたいと思います。それでは説明をお願いいたします。はい、ここでも開き出しを使ってターン前半のポジショニングを作っていきますが、開き出したスキーのトップをフォールライン方向へ向けてターンのポジションを作っていきます。ここでの狙いは、ターン後半から次のフォールライン方向への重心の移動や体の落とすフィーリング、そこをシミュレーションしていくトレーニングです。どちらかというとフォールライン上のこのターゲットの部分ですね、この部分がですね、結構スタンスが広くですね、どっしりとこうフォールラインに向かっている印象を受けるんですが、その辺の要素を教えてください。はい、ここのターンの前半のところでスキーを大きく開き出すことで、より最短距離でスキーのトップがフォールラインに向いていきます。でこの時に外脚の内旋動作、外腰が下へ落ちていく動き、こういったところのシミュレーションを引き出していきます。このフォールラインのバランスでですね、もう右でも左でもどちらでもいけるようなバランスにも見えるんですが、そういうふうな捉え方でよろしいんでしょうか。はい、この開き出しの角度ですね、スキーの
スキーのトップの開く方向、ここに自由自在な方向性を持たすバランスが作れると多彩なエッジングにつながりが出てくると思います。あと開き出した時のこの骨盤のこの向きといいましょうかね、高さといいましょうか、これがですねものすごくどっしりしたように見えるんですけども、この部分もある面ではきっかけのこの部分につながるんでしょうか。はい、この開き出した足元に荷重感、重みをかけるために背中の前傾をしっかりと乗せていきます。この背中の重みが足裏に伝わると、ここでも外腰での荷重ポイントがバランスが出てきますので、より安定した舵取りが可能になります。強い荷重でですね、しっかりとしたターンを仕上げましょう。ワイドスタンスパラレルの練習に入りたいと思います。説明をお願いいたします。はい、ここでは開き出し動作を使わずに、両脚同時に、スキーのトップを下に返していくトレーニングです。ワイドスタンスを利用することでより大きく、下半身の、内旋動作または外旋動作を使えますので、スキーを積極的にフォールライン上に向けていく操作が使いやすくなります。見てると内膝、それから内側の骨盤の部分でしょうかね、積極的な動きが見えるんですけども、これも重要な要素になるんでしょうか。はい、内股関節、骨盤の回転、これを引き出すことでより重心がフォールライン上に、積極的に落としていく、そういったフィーリングは、出やすいと思います。しっかりイメージしてトレーニングしましょう。それではパラレルスタンスで練習してみましょう。この一番大切な部分になる部分というのは何でしょうか、教えてください。はい、パラレルスタンスでも、エッジングに必要なターン前半のポジショニング、ここが一番重要になっていきます。ターン前半の足裏、外腰、そして背中の前傾、この3つのバランスを前半に整えることで安定した舵取りのバランスが出てきます。ここで大切なのは、視点のターンでやってたターン前半、あるいはそのホールラインっていうの荷重感、それをどう捉えたらいいでしょうか。はい、このターン前半のポジショニングの方向、ホールライン手前、もしくはホールライン上にターン前半のポジションを持っていくような重心の、落とし方、このターン前半の作りの方向性や、角度、ここをアレンジすることでエッジングを滑らかにしたり、よりアグレッシブに変化させたりすることが可能になります。ここでも上半身はですね、あんまりこう煽ることもなく、ある程度一定の前傾感に見えるんですけども、こういう要素というのはかなりやっぱり意識するものでしょうか。はい、やはりターンのどの局面においても、雪面をキャッチする、圧感覚、ここをキープするには、上半身の前傾角度、ここが非常に一つの、ポイントになるかと思います。皆さんもこの前傾角、荷重感を大切に進めましょう。
では完成形ということでスピードに乗って大回りをしてみましょう。大切な部分を教えてください。はい、やはりスピードの中でも正確なエッジングポジションをキープしていきたいので、まずはターン前半のポジショニングをしっかり作るところがポイントになります。やはりこう上半身、特にスピードが出てくると上半身のこのキープといいましょうか、前傾角のキープというのはすごい重要に見えるんですけども、そこら辺はどうでしょうか。はい、背中の前傾、上半身の前傾というのは、雪面に対して足の裏を、張り付ける、圧を抜かないというところにつながっていきます。スピードの中ではエッジングの反発や下への落下力が強く出てきますので、上半身のキープが雪面へのエッジングフィーリングを高めていくと思います。まずはですね、急に高速でというのは難しいかもしれませんが、この注意事項でしっかり守ってですね、積極的なあのスピードに乗ったあの大回りを目指したいと思います。いかがでしたでしょうか。ターン導入のところの、体の移動やスキー操作、そこに一つ工夫を加えることでエッジングが滑らかになったりアグレッシブに変化したりします。今回のハウトゥーをぜひ参考にしていただき、スキーを楽しんでいただければと思います。